こんにちは、ミッドレスト渡辺です。今日は豆のメインコレクションがついに揃いました。コレクション内容的にはあの竹かごからインスピレーションを受けたコレクションですね。次なくなってましたね。え、何ですか？いや、SS。そう、SS ね、また違った、ガラッと形が変わって、ね、またすごい素敵なコレクション。あ、と思って。ついに竹かごが。ラスト竹かごですよ。1年通して同じコレクションなんで、はい、そうなんです、はい。竹かごは今回で終わりです。はい。まあだからちょっと竹かごで、まあちょっと秋冬のイメージなんで、やっぱりこういうブラウン。かわいすぎますよね。そうなんです。もう、かわいいって感じよ、もう。かわいいって感じでしょ。うん。ほんまに。でもちょっとたくさん入ってきてるんで、はい、そうですね、巻き目ですいません、はい、巻き目で着替えていきたいと思います、はいはい、じゃあまず私が着ているこちらのワンピースからご紹介します。あ、ワンピースなんですか？あ、ワンピースなんです。こちら全部セットでちょっとこうレイヤードしてる風な感じえ、ここって、あ、そうなんや。切り替えに完全に騙されてましたよ。あ、本当ですか？はい、これワンピースでございます。これで今サイズ2を着用しております。へえ、63センチでこんな感じで、いや、可愛いですね。やっぱマメさん独特のこう、ね、女性像っていうのが、そう、これもまあ竹の繊維のようなもうあんまり引っ張らなくていいんじゃないですか、そこは。あ、でも酔ったら繊維ですね。そうなんですよ、繊維やわ。しかもこういろんな生地を使ってますから、す糸もすっごい、めっちゃ凝ってますよ。まさにこれ手仕事。そうなんですよ。もうこれローテクに見えて、え、ちょ、これハイテクも入ってますもんね。これニットなんかもうこれう、ね、もう高性能な編み機じゃない、これなんてどうやってやってるのか分かりませんけど。いや、そうですよね、こんないろんな時間かかると思いますよ、これは編み上がるのに。そうなんですよ、すっごい、めちゃめちゃ可愛いです。なんか意外とフィット、まあフィットしますけど、はい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 、体のラインが出すぎる感じでもないかなと。ニットのね、厚みがありますもんね。うんうんうん。で、ちょっとこういう抜け感があったりとかして、めちゃくちゃ素敵です。すごい。すごい、肩いますね。肩が。肩いい感じ。肩いい感じですね。いい感じのこの張り。そうなんですよ。今っぽい感じのシルエット。これはちょっと着てみて、あの、見に来てもらいたいですね。ね、実物見た方が。もう画像よりもすごいもん。そうなんですよ。この糸の感じとか。え、これいくらぐらいなんですか、すみません。これで99,000円。そうですよ。はい。まあ、安くは絶対ないんだと思いますけど、まあでも今時間かかるニットは絶対高いんで。へえ、いや、なってます。はい。ということで次いきます。はい。あ、ちょっと待ってください。その前にアウターも放っておこうかなと。すいません。急にアウター売ろうとしてますね。急に。ちょっとこれちょっと前から言ってたけど。アウター売ろうとしてる。ご紹介できてなかった。そうですよね。そう、きっと。もうこれですもんね、今年はね。うん、今年はもうこのボアのね、今年はもうどっからどう考えてもだし、これ飽きずに着れるし、可愛い。めっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛いよね。やっぱりこの豆のらしいアウターのシルエットがすごい好きなんですね。ねえ、ガールっぽい感じで。これはもうデイリーユースでガンガン着、デニムでいいっていうやつだもんな。あ、そうですね、これはもうカジュアルに着てもらえるタイプだと思います、はい、まあ秋冬結構暗めのトーンのアウターが多いと思うんですけど、はい、これ着てもらうとめちゃくちゃ映えると思います、はい、で金のドットボタンということで、はい、そうです、スナップになってますね。でめっちゃ軽い、とにかく軽いですよね、はい、でふわふわ、でポケットもちゃんとついてます。ね、可愛いです。これがしかもお値段もいいですもんね。そうです、これ、ね、148,000円、ね、もう、はい、でございます。ね、もうやっぱワンピースがそこそこいくから、ちょっとそこは抑えたいなっていうところをちゃんと組んでくれてるのも素晴らしい。これでサイズ1です。1です、ちょっとオーバーサイズになっております。はいはいはい、なんでまあ普段2の人でも1とかで全然いけると思います、うん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 、とちょっともうロングの方も羽織っちゃいます、はい、2色ですね、これもね、はい、はい、この何色と何色って言えばいいんですかね昼と夜昼と夜、ブラウンとグリーン、ブラウンとグリーンでいいですね、はい、はい、ブラウンの方、ロングタイプ
はこんな感じでございます。うわーすごいわ。ロングもめちゃくちゃ可愛いです。こんな感じです。おしゃれ、おしゃれですよね。ちゃんとでも和のなんていうんですか、あります。もうアナウィンターっすもん。渡辺さんもアナウィンターやん。ですよね、これ、うん、サングラスしてたら確かにマジアナウィンターエアっすもん。ニューヘアでニューヘアで、うん、いきますかね。やばいっすよこれ。おしゃれもうこれだけでいいもんね、逆にね。いやもう冬はアウターがもう何よりメインですから、これさえ着とけばもう。いやでも脱いでそれっていうのもやっぱこうニューヨークって感じしますよね。やっぱナイトライフあるなっていう。いや知らんけど、行ったことないですけどね、一回も。行ったことないけど多分そうであろうという。そうですね、素敵やわ。これもめちゃくちゃ軽いです。ロングですけど重みが全然ないんで、もう疲れにくく。へえ、いいですね。めっちゃいいですこれも。のカーキと2色で、これで1番でしたよね。はい、これでサイズは1ですね。はい、感じです。はい、じゃあ次に行っていきます。よろしくお願いします。はい、では続いてこちらのトップスバージョンも着てみました。トップスバージョンもやはりあるんですね。トップスバージョンもは、うちはこれはカーキでオーダーしております。へー、これもさっきと本当に素材は一緒ですね。カゴストライプ、バンブーストライプ。そうです、バンブーストライプ。でかわいいなぁ。カーキになるとやっぱちょっとほっこり感が出てきますね。あ、出てきますか。うん、なんとなくやっぱこう素材のあの厚みっていうのがよくわかるな。確かにこの感じ、ね、白よりもやっぱちょっとですね。これでサイズ1です。へぇ、はい、とスカート、ちょっとこうスポーティーな、ちょっとだけ伸縮性のストレッチが効いてるような素材感なんですけどね。なんか豆さんっぽく一瞬ないような。そうなんです、それをこうあえて豆の綺麗めなストね、なんかシルエット。いや分かりますよ、分かりますよ。はい、感じのスカートになっております。これは結構ショーでも抜群のスリットですね。あ、そうなんです。ちょっとこう浴衣のこういうような確かに生めかしさのあるというか、あ、俺があんま言うと変に聞こえるよね。あの、いや本当にそれだろうなと思う。そうですよね、帯とかからのこの落ちすごい綺麗。めっちゃ綺麗。このトップスとこうこう線が合ってんですね、こうぐわーっと。すごい、こう、ね、すごい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 パターンだよな。これめっちゃ可愛い。これは結構スリットが開いてて、あのショーではワンピースと重ねたりとかしてましたね。これの上からこのスカートを履いたりとかして。あ、そうなんですね。あ、なんかそういうのあった気がします。そうなんですよ、結構スリット開くんで、こう歩いた時に柄が見えるのも可愛いみたいな感じになっております。あ、あ、その上からそれを着る。あ、そうです、そうです。へー、あ、ちょっとつけ的な感じで。そうですよね、そうそうそう、そんな感じで。そのスカートね、ちょっとエプロン感もありますもんね、うん、そうなんです、レイヤードもできるタイプになっております。いや、それ可愛いやん。めっちゃ可愛いですよね。これそのワンピースもまたさらにいきますね、そうなると。そうなんです、サイズ2のサイズで入っております。これカーキと黒もあるんですけど、ちょっと黒はもうすでに完売しておりますっていう、ちょっと。いや、これいいですね。これしかもそんな高くなさそう。そうですね、そんなこともない。これは6万ぐらいですかね。はい、いや、でもいい。ライン出ないですね。あ、そうなんです。素晴らしいね。ハイラインのスカートでめちゃめちゃ着やすいですね。めっちゃ綺麗。はい、これもすごいです。めっちゃ着やすいです。足さばきもいいし、結構ストレッチも効いてるので。なんか豆っぽくないですね。これはちょっとリピートっぽいですね。ちょっと次出てるのか知りませんけど。リピートしてほしい。リピートしてほしい一品ですね。はい。はい。はい、じゃあ次行っていきます。はい。では続いてさっきのスカートと同じシリーズのワンピースですね。できました。なんかいつももうちょっとこうジョーゼットっぽい生地でやってたやつがスポーティーに置き換わってるんですね。そうなんですよ、こんな感じで。でもこう結構きれいめに着ていただけるタイプなので、シルエットがすごく上品で綺麗なシルエットになっておりますので、ます、ね、まあ、10月、11月、12月と結構そういうお呼ばれの回が多いシーズンになってくると思いますので、1枚あってもいいんじゃないでしょうか。いやいやいや、いいシーズンですよ。そうなんですよ、この袖がめちゃくちゃ可愛いんですよね。ね、こんな感じで結構張りのある素材になってて綺麗。あ、そうなんですか。このシルエットが出るようになってます。
すごいな、時間かかるやるな、これ。るね、首元はちょっとこういうパイプが入ってて、そうなんです、ちょっとパネルの入れ方変えたんだな。へえ、ちゃんとポケットもついてね、これ嬉しいね、使いやすいところにありますよね。そうなんで、ぐわっと伸びそうで、ああ後ろはこういう、はい、すごいよね。ぶっちゃけこのボタンとかもつけてる人もいい加減にせよと思ってるやん。ね、でオーダーもそこそこあるからも意外にせよ、ね、パーツ作るの大変ですもんね。大変やと思います。あれも何個だっけみたいな感じになるよ。ご苦労さん。ご苦労さまです。あれちょっとオーナーみたいなのなるよね。すいません。そうなんですよ。で、まあ、のはい、シックな。はい。二色展開となっております、はい、ブラック地にオレンジのお袖、はい、ここがまあちょっと変わるところですね。 V ゾーンこんな感じで、ちょっとこういうパープルが入ってるのも綺麗ですね。うわ、ほんまや、ね、うわちょっと違うんですね。そうなんです、綺麗にオレンジがあって、だからいつもの黒よりもやっぱもう少しスポーティーに見えますね。もっとなんか深いあの、うん、ちょっと反射する黒なんで、スポーティーな黒に見えて、それはそれでいいですね。そうなんです。またたくさんお持ちの方もなんか意外とだからカジュアルにも合わせられるんじゃないかなっていう、ね、はいはい、意外と普段使いもできそうなぐらいの、まあ、どっちにも本当にいけるタイプのワンピースですね。いやこれ迷いますね。色ね。ね、いつもならねやっぱ断然黒みたいなとこあるけど、カーキいいっすもんね、んベースの色がいいもんな、人とかぶらなさそうね。え、ね、素敵な色、ね、それでオケージョン行ってもちょっと確かにかぶらないと思うんで、ね、良いです、良いです。こんな感じで、はい、あこれでサイズ2です。サイズ2、はい、はい、じゃあ次行ってきます。はい、はい、続いて同じシリーズのジャンプスーツでございます。めちゃくちゃ綺麗シルエット。これで2番、はい、これで。あ、これもショートジャケット着てるみたいになってる。そうなんですよ、後ろがめちゃかっこよくないですか。ちょっとこれ黒だから見えないかな、ここ隙間が。え、開いてるんですか。開いてます。だからここに実はこうメッシュが仕込まれてて、こう伸縮性があるんで、はあ、つなぎって多分こうした時とかギュッてなったりするじゃないですか、はあ、それがこう緩和されるというか動きやすくなってるんですよ。え、通気性的な部分もある。通気性的な部分もまあ若干はあると思います。すごい。え、これが、あ、ここの横までですね。そうです、ここまで。前は完全にこうつながってて、ここ前開きでこう切れるようなタイプ。かわいい、めっちゃかわいいですよね。めっちゃかわいい。袖のカット豆袖ですね。豆袖です、これ。豆袖豆袖豆カット、ここ豆襟の豆襟すごいです。あれやっぱちょっとパネルね、あれと同じ感じで入れてるな。へー、いいですね。で裾はフレアのスリットなし。スリットなしで、いや綺麗ですね。めちゃくちゃかっこいいです。もうカジュアルに着てほしいかな、これは。カジュアルなんですか、もうカジュアルとかあれか分かんないですけど、めっちゃかわいいですね。めっちゃかっこいいから、まああえてカジュアルにガシガシ着てもらう方がいいんじゃないですか。あ、でさっきと同じ素材なんですね。あ、そうそうそうなんです、はい、そうなんです。だから伸縮性も本当にあってめっちゃ着やすいんですよ。なんで日常にぜひ着てほしいなっていう、めっちゃ綺麗でかっこいい。初めてでしたっけ。あ、いや、この素材で出すっていうか長袖で出すのは初めてかもしれないです。前半袖であのやつありましたっけ。ありました。へえ。でもこの素材感でっていうのは初めてですね。いや、これはかっこれってお高いんですか。そんなことないですよね。あ、そうですね。これも、え、あ、これでも10万ぐらいですかね。11万ぐらいか。後ろちょっと取ってるもんな。いや、これでもかっこいいわ。ちゃんとね、動きやすさもしっかり考えてくれてるんで、すごい使いやすい、着やすいジャンプスーツになってます。いや、これはあるといいと思いますよ。もうめったに出ないですもんね。めったに出ないですね。こういうのはもうやっぱりもうおしゃれ商品ですから。うん、このシーズンにぜひ。今回そういうのすごい多いですよね。ね、めっちゃかっこいい。これ同じ素材であのボディバッグみたいなのがあるんですよ、本当は。今まだちょっと遅れてるんですけど、うん、え、それつけてもらうとさらにかっこいいんですよね。またボディバッグがあるんですか、その素材で。それ遅れてるんですか。ちょっと遅れてます。まあ、こっち作るのでも間に合ってない。やっぱボタンのせいですよ。あ、それちょっとね、いっぱい止めるところがあって。ボタンのせいですよ、絶対やっぱり。遅れております。ボタンがかかってすぎてる。イライラして
え、これ黒だけ？あ、これは、はい、まあ、そう、うちのオーダーは黒だけ。あ、ねえねえ、これはまあ黒ですよね、はい、これはやっぱ黒映え、黒が仕立て映えしてると思います。これ作ってください、これ。はい、はい、じゃあ次していきます。はい、では続いてこちらのワンピースを着てみました、はい、いやもう映り込んでる時から気になってましたよ、その素材。気になってました、はい、そうなんです。これすごいちょっと光沢のあるキプラシルクですね。いやもうちょっとシルクの入ったお素材になっていて、おそらくかぐや姫が竹から出てきた時着てたやつですねおそらくこれ着てましたね。おそらくこれこれはほんまにその感じするもん。本当にこれはもう完全なるジャパニーズテクスチャー手仕事ですよ。そうなん、これ、はい、一個一個手で折って、うん、すごい、縛ってプリーツつけてます。だからプリーツっていうかこうシワ葉流っていうのかな。そうなんです。そう、だからもうちょっと編んでるぐらいですもんね。あのなんていうの、あの甘かっぱみたいな、あの藁のああいう製品にも見えなくなるもん。うんうんうん、そうなんです。すごい。こう一個一個ちゃんとこう手で折って折り目つけてギュって縛ってっていうこの作業が、あ、ちゃんとポケットある。すごい。いやもうすごいね、これも超時間かかる。うわすごいすごいすごい伸縮性めちゃくちゃあるんで、で軽い素材やからめちゃくちゃ着やすいんですよ。へえ。これもだからもともとこういう素材やし、シワも気にならないんで、めちゃ気軽に着ていただけるワンピースですね。あ、これはじゃあニットと逆に全部そういう風にしてね。やすごい。これでサイズ2です。あ、これで2なんですか。はい、1になるとやっぱもっとピシッとなるんですかね。そうですね、1という感じに、まあ、これ。あ、でもベルトなくても可愛いけどね。そうなんです、ラインを切り出してくれる。へえ、これなんか巻いたりしてもいいですよね。いろんなコーディネートできるわ、いろいろできそう。中にインナー入れてもいいし、お袖がこういう感じの。そうなんです。はい、すごい、もう絶妙に和が入ってるんだ。和っていうか、う、ね、なんやねんやろね。あの日常にあったものなんでしょうけど、民芸的な。そう、ね、そう、民芸的な。めっちゃ可愛いわ。入っております。こんな感じです。黒と2色です。ね、わ、作ったっすね。これは本当職人。首はしんどくないんですか。あ、全然。だから素材が本当にこう伸びる素材なんで、全然大丈夫ですね。写真でこう見ると紙みたいな感じでも見えるから、確かに、ね、着づらそうに見えてすごい着やすいですね。めっちゃ着やすいです。柔らかくてこんなにほら伸びるのに。へえ、すごい。全く締め付けもなく軽く着れるっていう感じです。これもやっぱちょっと高いんですか。それでそうですね、14万ほど。ああ、やっぱそうやな。これはするよな。そうしますね。手仕事の時間はすごいもん。そうなんです。いやもう今ローテクがいいな、いいなと思ってるんだよね。素敵なワンピースでございます、はい、エレガンスなローテク。はい、はい、じゃあ次いきます。まだあるんですか。まだまだあります。あ、そうだ、すいません。はい、お願いします。着てきます。はい、では続いて着てきました、こちらの前回ご紹介したワンピーストップスのシャツとパンツバージョンが届きました。リラックスなんですね。あ、そうなんです。一変しての一変してのリラックス。まあ、マーブルシリーズはね、あの SS のショーを見ていただいた方は分かると思いますが、次も出ておりますので。あ、そうなんですか。そうなんです。見たけどな、全然分からなかったですか。いやいや、すいません。結構話題になってるんですけど。あ、そうなん、ごめん。ファーってしか見てないか。あ、メンズみたいなとこしか見てないか。カゴなしメンズしか覚えてないか。カゴなしメンズ。全然チームポイントが。起きて一回携帯触るだけなんですよ。この感じでシャツの形もね、このお袖のラインとかがいつものこういう場面っぽい感じになっております。ちょっとフレア。でもなんかやっぱストリートな匂いがありますね。これ ね、そうですよね。オープンカラーのシャツで、でパンツの方はウエストがなんとゴムになっておりまして、後ろがゴムなんで。へえ、フロントは綺麗に見えて。そうなんです。ずるいパンツですね、またこれ。でちょっとセンタープリーツでこんな感じで。いや、こんなんもんじゃあ、これだからデイリーに着れるシリーズという。あ、で後ろはちょっとインパーテッド気味のアタック。はい、あ、綺麗ですね。バックスタイルも綺麗。フロントとはちょっと違う衣装で、まあもうニットとかにね合わせてもらったりとか。もう下は結構、このパンツは
はい、みんな結構に狙ってたやつじゃないでしょうか。まあ、使いやすいですもんね。そうなんですね。ガラパンって一番入れやすいところ。ね、両シンプルにしても可愛いんで。暑くもなく、なんか寒くもなくな生地ですもんね、これね、なんかね。そうですね。ね、あの素材はポリエステルですので、めちゃめちゃ着やすい。ね、アイボンで着やすいわ。一番使いやすい素材。いや、いいっすね。いいですね。いい、ちょっとやんちゃでいいですね、これはこれで入ってきております。パーキーはね、ちょっと下は結構グリーン寄りなカラーになっておりますね。前回のこういうカーキーとはちょっと色味が変わります。あ、ほんまや、体感で色の出方が変わるんだと思うんですけど。 Why? そうなんです。この色の方が確かにちょっとメンズっぽくなりすぎず、うん、いいですね。でもめちゃめちゃ綺麗です。いやー、いいですね。ちょっとメインいいですね、メイン。メインいいですよね。メイン良すぎてもちょっとどれ変わったらいいのかっていう迷わせちゃうかもしれないですけど。いやいやいや、もう豆はもう豆でいきましょう。ね、じゃあラスト。ラスト。はい、ラスト。オーラスで。オーラス。はい。着ていきたいと思います。はい。はい、ではラストを着てきました。ニットのセットアップですね。はい、でもショーで着ててめっちゃ可愛かったです。いや、もう、はい、もう言うことなしに言うことなしに、ね、もう可愛いっていう、もう可愛い可愛いって感じでしょう。これも可愛いわ。手仕事。え？これはですね、なんとこうニットを作り上げてから、はい、こう折り紙みたいに畳んでその上から、はい、染めてるんです。畳んだところにギュッて染めて、この柄が出るように。なるほど。あ、でまたこっちはまた別の畳み方をして。そう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 、いろんな畳み方でギュッて押して、なんか中線っていう染め方らしいんですけど。中線、はい、注いで染める。ああそうなんです。へえ。なんで、まあ、ちょっとね、染め上がりには個体差が出てくるっていう。いや、いいところじゃないですか。そうなんですよ、個体差が。でも全然なんかこうニットの毛がなんか寝ちゃってるとかそういうのないんですね。全然アルパカの毛ですごい軽くて柔らかいニットになっております。へえ、縮んだりせえへんねや、そんなことして。ねえ、そうなんですよ。こういうふわふわでも肌触りも抜群です。へえ、チクチクも全然しないから着やすいですね。まあ、逆に洗ってあったりするんでしょうから。うんうんうん。で、下はこういうちょっとマーメイドの形のスカートになります。いや、本当にすごいね。ねえ、上下ともサイズ1で着てます。引いてるもんね、ちょっとすごすぎて現実的すぎて。いやいや、ていうか、あのすごい全品番じゃないですか。全品番ね、なんか数品番だけね、それで、あとはなんかこうあのっていうのと違うから、すげえわマジで。全品番に全力注いで作っていますっていう感じが。いや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 、お豆って本当素晴らしいんですよ。もう全部に気を配って。よくワンシーズンでできるよね。すごいですよね。すごいよね、本当に。ちょっともうメンズ最近ずっと T シャツスウェットデニムやからさ、さ時間かかる言うてもさ、やっぱこういうオリジナルファブリックとは違うんで、やっぱあったものをどうアレンジするかになってるか、まあ、これもそうっちゃそうですけど、産地とか見つけるのがもうほんま大変でしょうね。ね、すごい。こんなんだってできるっちゃできるけど、やるかって言われたらさ、おばあちゃんとかがえっつって言ってると思うで。これをこれそんな柄ねみたいな。あなたどこの人みたいな感じになると思う。ちゃんと説得して回ってると思います。はい、そう考えた思いが本当に。この色も可愛いよね。あ、そうなんです。こっちのカラーも、ね、これの方がこう柄が分かりやすいですね。かずるいわ。どうやってなんか折ったらこんな素敵な柄になるの。ねえ、そうなんですね。こう折りやと思ってた。だから1個作り上げてから染めてるんで、本当に手間暇がかかった。それでこんなふっくら感あるもん。そうなんですよ、うん、ちょっと。しかも79,000円と信じられへん。自分たちでやってる。ですよね。すごい可愛い。これなんか大事にしたくなりますね。ね、そう、これミートスパゲッティこぼしてもちょっと紛れるから。抽選抽選ということで、そういう色なんでみたいな。
うん、なんか意外と気にならへんよね、白物やけど。そうです ね、 ね、両方の色も、え、そうなんや、これで7万台なんや、ニットすごい安く感じるな。ね、そうなんですよ、素敵です、素敵、それも可愛いわ。実際見てほしい、実際見てほしいですね。そうなんですよ、素敵なものが本当に多いんで、この作りをぜひ堪能しに、今もう全部見てもらえるんで、なるほど、はい、ぜひぜひ、もうこの動画が上がってる時には販売してますし、オンラインの方も発売スタートしておりますので、よろしくお願いいたします、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。